赤く色付けされた箇所が人間の尾骨。尾骨とは、脊椎の最下端を構成している骨。かつては尾低骨と呼ばれ、現在でも属称として用いられている。脊椎動物の体内は脊椎によって支えられているが、その最下部は惜しいと呼ばれている。人間の尾骨は3から6個の惜しが骨結合してできており、追求を変いて、 椎骨としての形状を失うなど、他の動物に比べて著しく退化して、痕跡期間となっている。このため、尻尾として体外には現れないが、肛門の後ろ側、肛門口の上部にて、尾骨の先端に触れられることがある。なお、体制期には9個の OC が確認できるが発育中に消失している。全体的には小休憩もしくは、それよりもやや長い骨片状になっており、 上端部は、椎骨としての基本的な特徴を残して、楕円形の断面を持ち、仙骨の下部と結合している。また、上端の両側には、上の積雪突起の痕跡が髪型に突出してさらに、その外側には、横突起が備わっているが、この部分は尾骨角と称される。下部に行くに従って萎縮していき、先端は三角形状に突出している。 人間や一部の霊長類などを除いた、哺乳類の多くや、爬虫類は、オシーを中心に、筋肉や毛皮をまとって、尻尾を形成しているが、蝶類やカエルのような一部両生類の中には、人間と同様にオシーが結合してしまっているものが、いる。そのような骨を尾骨と区別する意味で蝶類では、微端骨、カエル類では、尾柱と称する。 ABCDEF 大百科時典12,985、平凡者422から423、ABCDE 健康医療大百科メディカ59,86、共生85から86、ABCDEFG 日本大百科全書19,988、小学館486から487、 ハット AB 医学大辞典1 9 8 5朝倉、書店877から878。ありがとうございます。